随林寺は、大阪府豊中市にある、宇治大漠山満腹寺の創仙宝禅寺により、最高志随林寺と名付けた、大漠州の寺である。本尊は、木造七泊、薬師如来座像。三号は、石法山。元は、原田神社付属の神宮寺として、平安時代に建てられた。当時は、新言州の桜塚山禅光寺といい、 現在の大門公園から、曽根あたりまで広がる広大な地域だった。天正六年、織田信長によって、善光寺は焼かれた説や、慶長六年の陛下で怪人となったとの説がある、元禄十三年の大幕衆院元禅寺の弟子即、非禅寺の勘定により、解散し、即非の弟子戦法が第一世となり、寺は、雪峰山随林寺となった。随林寺由書によると、 第二代大友禅師が、尊造修理や伝道を整え、寺録を増やした。また、明治年間に大修理を行い、昭和40年に、近代的な建造物に再建築された。境内墓地には、伊原西閣門下四天皇の一人、團林派の廃人、水田西銀の墓がある。西銀は、青年不明、没年は、宝永六年。昇華に奉公しながら、 西山総院に学び、同門の井原再閣に指示した。40を過ぎ、世俗経類を捨てて、桜塚に、落月庵を設け干挙した。防否は、秘宗再忍の塔。境内北東隅の総塚は、清正佐田の墓と伝えられている。元は、大石塚古墳の南東にあったが、明治になって、現在地に移された。清正佐田は、室町時代の前奏 冥王七年没。防碑は、僧塚等。一級操縦の子と伝えられる。堺で活躍した。四指定文化財。11世紀後半から12世紀初頭頃の製作と推定される。善光寺の旧物と考えられる。造十89.5センチメートル。膝張り75.5センチメートルの日の木材。寄席作りの三金色像で、身部以外には、 候補の泥絵の具が施されている。四指定文化財、平安時代後期に作られたものと思われる四、天皇像のうち二体。これらは本尊と共に前光寺の遺像と考えられる。どちらも一目調なし、これを前後に分して内子を施し、彩色を加えたもの。両像はそれぞれも地区二点、象徴点と考えられる。 荒木村重の乱で焼け残ったと伝えられる仏像、ありがとうございます。